やこの町はせわしなく動き続けている。ここは広信と株式会社、アットホームな雰囲気の漂うオフィスから数々の名著が世へ輩出されていきます。そんな商談の場は戦場さながら、わしはメールは見ん、メールはしっかり見ていただいてですね、わしの世界にメールはない。ですからこれです、種ヶ島や。そうではなくて、種ヶ島からの打ち上げ、それが叶った時わしらは空へ出るんや。これですと、もうまだ費用が何回も送ってますよね。何十通、二十通、三十通。お客さん、お帰りや。いえ、帰らないです。私もう今日帰れないですか、本当に。商談を終え、山積みの仕事へ取り掛かる田中に、今後の展望について聞いてみた。この一年、わしらが取り組んできた鳥取砂丘の緑化事業や、今 4% まで緑が入った。このまま行ったら鳥取砂丘は消滅や。まあそれから鳥取砂丘のラクダをどうするか、これに関しても株主の意見を集めて一つずつ決めていきたい。まあこの緑化のメカニズムに貢献するのが去年1年かけて取り組んできたゾウリムシや。このゾウリムシの宇宙バイオ技術、全部は言われへんけれども長野県の工場で作ってます。まあ、その培養のメカニズムというのも一つ一つの事業の秘密っていうのや。それも特許は申請してます。まあ、しかし弁理士さんからの連絡はまだない。まあ、あの弁理士さんは高田の馬場にいてはんねんけれども、留守がちやわな。まあ、留守の時にどうするか、まあそれは留守番電話に残せとは明確に俺は指示してる。それさえできればメッセージは誰かに、メッセージは伝わる。田中の熱い思いは朝まで続いた。地球史皇帝でありラストエンペラー田中宏信が間もなく登場いたします。